はい、エッセンリーノヒエンと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ、上皇さんから自己紹介してもらえますか？い。はじめまして。私の名前は、横須里アトナと申します。横と呼ばれています。今年、31歳です。私、身長は180センチメートルです。体重は75キログラムです。私、インドネシアのスラケンから来ました。私の趣味は、です。私は結婚しました。私の経験は、実習生3年に大阪でこれ長紹介を働きました。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。日本に何年いましたか？3年間です。何年ですね。どんな仕事をやりましたか？日本の前ですね。日本に来たとき、どんな仕事をやりましたか？仕事を学んでもいいです。日本にいた、3年間日本にいました？はい、そのと予き、接で何の仕事をやりましたか？す。予接です。溶接ですね。どんな溶接しましたか？ロボット予接。ロボット、はい。ロボットだけですか？ロボットテコ、鉄鋼。CNC の機械。はい。わかりました。はい。日本のどこにいましたか？阪です。大阪。じゃあ、2021年、インドネシア帰りましたね。はい、2021です。インドネシア帰って仕事をしましたか？はい、仕事します。どんな仕事をやりましたか？工場、工場。袋の、工場です。工場どんなものを作ってましたか？米の袋を作ります。じゃあ、プラチック？はい。いつ結婚しましたか？2021年です。じゃあ、インドネシア帰ってすぐ結婚しましたね。子供いますか？います。何人ですか？一人です。一人。息子ですか？娘ですか？娘。娘。奥さんはどんな仕事をやっていますか？主婦です。子供の面倒見て仕事をしてないですね。子供のない。ことを見て仕事をしてないですね。ないです。今度日本に来たら奥さんと子供を離れますが大丈夫ですか？大丈夫です。奥さんと子供を日本に連れてくることを考えていますか？すみません、もう一度読みます。日本、奥さんと子供インドネシアにいるでしょ？日本に呼びたいと思いますか？日本に来てもらうの考えますか？もう考えた。考えた。日本に来たら何年日本で仕事をしたいですか？5年間。5 年ぐらいですね。5年終わったらインドネシア帰りますか？また日本に、トクデギマ2号があるから2号になりますか？ 2 号だと、まあ10年永住権ももらえるけ5ど、年間終わってから、また考エえルる。サ帰って、また日本に戻ります。ああ、わかりました。インドネシア帰ったんですが、なんでまた日本に戻りたいと思いましたか？日本の国と文化がお好きです。何が好きですか？どんな文化が好きですか？花火。花火。花火の
並びと何ですか？フェスティバル。フェスティバルね。はい。はい。うん、花火どこの国もあるでしょ。イノシアもあるでしょ。フェスエティルバネシアルは、は外国人のためのお祭りでしょ。エルネシアはフェスティバル、レバランアロガラ、レバランパピ。うん。日本の料理何か食べたことありますか？天ぷら？天ぷら、タレ、ラーメン。でも、食生の食べ物を食べないです。べないね。じゃあ、生もの食べ、刺身とか刺身食べないね。はい。宗教は何ですか？イスラムですか？ヒンドゥーですか？スラムです。イスラムですね。ラーメンは豚入ってますが大丈夫だった。わからなかった？ならない。美味しかった？ わからなかったら、できる。大丈夫ですね。まあね。海そうだね。趣味は何ですか？はい。趣味、好きなこと。フトサルです。どんなこと？ミニの坂サッカー。ブはい、フットサル、ミニの坂、ミまあ、ニ。ミニのサッカーね。はいはい。血液型は何型ですか？え、血すみのません、種類。血液型の種類。血、わかる？A です。A ですね。うん、わかります。お父さん、お母さん、今何歳ですか？父、62歳です。母は51歳です。まだ元気ですか？元気で。うん。上皇さん、小さい頃から何か病気かかったことありますか？何か重い病気だったりしたことある？重い病気がないです。ないですシャね。ルタブーインフルエンザだけです。うん。はい。で、日本にいたんですが、体調が悪い。お腹痛いとか背中痛い。そういう時ありましたか？何かは病気ないです。ないですね。わかりました。はい。大阪の会社は何時から何時まで仕事をしましたか？また、会社の中、どこの国の方いましたか？仕事は8時から6時までです。どこの国の方いました？インドネシア人だけ？はい、インドネシア人とミャンマー人。ミャンマー人とブラジリア人です。ブラジル人ね。はい。わ かりました。短所は何ですか？短所。炭素は、短所はあんまりできないこと。自分が得意じゃないこと。自分が上手じゃないことは何ですか？先の生食べ物で、を食べないです。先に。食べない。性格とか、なんか、他のことはありますか？食べ物以外。まあ、日本にいたとき、なんか困ったことはありましたか？例えばね、仕事がたくさん多い、ちょっと、早く疲れました。京都が多いときは、まあ少し疲れたね。はい。うん。
ことは何ですか？よくできること、あと他の人からよく褒めてくれたこと。私は責任を持って仕事します。責任ね。はい。じゃあ責任感が強い。はい、責任感を持って仕事します。例えば、この仕事は、6時まで終わらせてくださいねって言われたら、6時まで頑張って終わらせていましたか？例えば。例えば、今日の仕事は、午後の5時まで終わらせてくださいねって言われたら、どうしますか？ごめんなさい、もう一度見せます。例えば、今日、私から、ゾコさん仕事、A 仕事、午後の5時まで終わってくださいねって言ったらどうしますか？意味わかりました？ちょっとわからないです。仕事は、今の大阪にいたとき、仕事何時までやりました？6時までです。そう。で、今日私は、ぞこさん、今日仕事を6時までしてくださいねってお願いしたら、どうしますか？例えばだよ。すみません。わからない。はい。例えば、6時まで仕事をお願いします。はい。でも6時は終わらない。そのああ、終わら時ない。はどうしますか？大丈夫です。前の仕事は、6時まで仕事まだ終わってない。私まだ仕事します。8時までです。仕事早いねって言われたことありますか？他の人から仕事、上皇さんの評価、どんな評価してされましたか？なんか仕事の速さ、もしくは、これが上手ですねっていう、そういうことを言われたことありますか？先生、通訳してもらえますか？はい、pas sampean kerja itu ada yang bilang sampean kerjanya cepat atau bagus itu ada enggak, Mas? Mas. Ya. Jawab Ya, aja jadi kalau ada, baik. Kalau enggak, ya enggak. Ada. Hai, Mas. Mas, Hai, どんなMas. ことを言われました？Hai, どんMas. なことを褒められた？Dipuji pernah, dibilang gimana? Ya. Jokonus kedua, haya ini. Hey, Iya. Hai. yeah. 溶接の中一番できる溶接、一番上手な仕事はどんなことでしたか？例えば、こういうところが作ることが上手っていうのを教えてもらえますか？予選数は、データ速度だけです。あどんとな、はロボット。じゃあ、ロボットの溶接の時は誰設定しましたか？日本人ですか？それとも、上皇さん自分で設定して、自分で溶接しましたか？私自分で設定します。私と友達友設定達しね。ます。はい。インドネシア人一緒にやりましたね。インドネシア人、日本人？いや、インドネシア人どこがの出人？てないです。友達、さっき言ってた友達はどこの人？どこ？友達、インドネシア人。インドネシア人ね。はい。わかりました。はい。大体わかりました。ありがとうございました。ありがとうございます。